つまりここから考えられることは、壊れても元に戻る素材で型代を作れば、中の霊の強さを無視して半永久的に身代わりにし続けられるってことだよね。例えばスライムを人型の硬い型の中に入れれば、ちぎられようが人型の容器の中で勝手にくっついて元の形を保ち続ける無限修復人形ができるんじゃないかって思うの。この仮説を検証したい。だから手伝ってくれるよね、アンナ。